クリスチャンディオール、クリスチャンディオール、クリスチャンディオール、1905年1月21日から1957年10月24日は、1950年代に活躍したフランスのファッションデザイナーである。彼が創立したファッションブランドも、クリスチャンディオールもしくはディオールと呼ばれるブランドについては、ディオールを参照。1905年、クリスチャンディオールは、 フランス北西部ノルマンディ地方、マンシケ県、グランビルで、モーリス・ディオールの五人の子供のうちの二人目として生まれる。父親は、肥料の生産事業を行う裕福な家庭であった。彼が五歳の頃に、一家はパリへと移住する。しかしながら、夏のバカンスのたびに、ノルマンディの海岸へと戻っていた。彼の両親は息子に、外交官になってほしいという望みがあった。 そのため、1920年から1925年12月まで、フランスのパリ政治学院に学ぶ。しかしながら、彼自身は芸術に強い興味を持っていた。また、彼はそれを開かさなかったが芸であった。結局、1928年に、父親からの趣旨をもとにして、友人と共に小さなアートギャラリーを持ち、パブロ・ピカソやマックス・ジャコブなどの画を置いた。 だが、3年後、世界教皇によって、彼の父親がその資産を失ったことを受けて、ギャラリーも閉鎖を余儀なくされる。1937年、ディオールはロベール・ピゲに雇われ、そこで、ピゲのコレクションのためにデザインをする機会を得た。後年、ディオールは、ピゲからシンプルであることの長所によって、真のエレガンスが現れることを教わったと語っている。 ディオールがピゲのためにデザインしたものの中には、例えばカフェ・アングレイなどがあり、これは好意的に受け入れられた。同時期のピゲの下ではピエール・バルマンもおり、ディオールとバルマンは共に働いていた。しかし、徴兵によってディオールはピゲの下を離れることになる。1942年になって軍隊から戻った。ディオールはルシアン・ルロンのファッションハウスに加わる。 同時期のルロンの下にはピエール・バルマンもおり、ここでもディオールとピエール・バルマンは主要なデザインーマイナスであった。第二次世界大戦勃発からナチスドイツによるフランス占領の間は、フランスのファッション業界を持続させる経済的、芸術的な理由などにより、ルロンの下にいたディオールは、ナチスの交換やソに協力するフランス人の婦人のためのドレスなどをデザインすることを余儀なくされた。 なお、これは、ジャンパトゥ、ジャンヌ・ルランバン、ニナリッチなど、その他の多くのブランドでも、どうで、そのクチュールメゾンを、戦時下で、経営維持するために半ば避けられない状態であった。彼が、そのような仕事を余儀なくされていた一方、フランスレジスタンスに参加していた彼の妹、カトリーヌが、ゲシュタポによって拘束され、ラーフェンスブリュック強制収容所に収容されてしまっていた。 しかしカトリーヌは生き延び、1945年5月に解放される。1946年12月8日にマルセル・ブサック・メンのファブリック王の講演をもとに、ディオールは自身のクチュールメゾンをパリパック・アベニュー・モンテーニュ30番地に立ち上げる。翌1947年2月12日に最初のコレクションを発表する。当初このコレクションには、 コロール・カール、果敢を意味する植物学由来の言葉の名前が付けられていたが、ハーパース・バザー氏の編集長であったカーメル・スノーがこのコレクションを表したニュールック・ニュールックというフレーズで知られている。これはアラビア数字の八にも似た細く絞ったウエストとゆったりしたフレアスカートを特徴とするもので、戦時中の資材不足により、 フランスのクチュリエたちが一着の服に使える布の面積に厳しい制限を抱えていたのに対し贅沢に布を使用した点にも特徴を持っていた。このディオールのニューラインはまた第二次世界大戦中に生地が配給制であったために主流であったボックス型ザ・バーキシーよりも女性的であると評された。初期においてはディオールの失火まで覆う 形のデザインに抗議する女性たちもいた。それ以前の時代において、服飾用の布地は不足しており、そのようなデザインは見られなくなっていたため出る。また、一着のドレスやスーツを作るのにも、贅沢に生地を使用することに対しても、反発や抗議があった。これらの抗議運動は、写真として残っており、プラカードを持って抗議する女性たちや、中には、 ニュールックを身につけた女性が街中で服を切り裂かれているものまである。こうした抗議運動は戦後の物資不足の解消によって沈静化していった。いずれにしろディオールのニュールックは女性の服装に革命を起こし、また第二次世界大戦後のパリを再度ファッションの中心地として復興させた。 戦後のファッションの指針を示したディオールは47年から57年までの11年間、パリのオートクチュール界の頂点に君臨する。彼は、マイシーズン、ラインというテーマに沿って作品を発表した。ディオールは休暇先のイタリアのモンテカティーニテルメを訪れていたが、その地で1957年の10月23日に休止した。 いくつかの報告によると死因は、魚の骨を喉に詰まらせた後の心臓発作であった、ようである。タイム誌の死亡記事ではカードで遊んだ後に、心臓発作で亡くなったと述べている。しかし、ディオールと親しい関係にあった、社交科のバロンでリードが記したところでは、心臓発作の原因は活発な性生活にあった、といった噂が巷では、流れていたようである。いずれにしろ、 現在でも真相は謎のままである。主任デザイナーとして急遽ブランドを継いだのはディオール家で経験を積んでいた当時21歳のイブさんイコールローランだった。この突然の事態はイブにとって大きなプレッシャーとなった。結果としてイブは後継者として十分な能力を示すがディオール同様徴兵をきっかけにブランドを去ることとなった。詳細は イブさんイコールローランのページを参照。日本のファッションデザイナーの中で最も早く深く、ディオールと関係を築いたのは、上田康子である。上田はディオールに、弟子入りし、何回となく、フランスに渡り、ディオールの元で研修し、その技術と精神を日本に伝えた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。